ろしくお願いします。はい、皆さんね、お待たせしました。お願いします。です。この1品目はオープン当初からずっと僕が好きな部位なんです、本当は。今はどうしても中落ちになっちゃうんですけど、今回はカマとあとは骨に近い赤身の部分をちょっと混ぜてます。はい、タコが入ってます。おお、佐島のタコです。気仙沼のカツオです。ネギがね、3種類です。長ネギ、玉ねぎ、浅漬けとカツオ専用の醤油です。噛む前に崩れますね。うなぎは似てます。煮うなぎ、煮うなぎ、アナゴみたいな仕込みで。ホリッとしてるのこれ。文字通り酒を盗まれる。柔らかさがすごい。結構硬いの多いですよね、釣り系だと。網です。これ網です。巻き網の味。白いカです。うわ、美味しい。うまい。表と裏が上か下で全然質感違いますね。九州が出てくると一気に値段が下がって一般的な魚になるんですよね。これ寝かしてないですよ、今日締めたばっかりです。ちょっとキュッとしてますね。でもそうです、そうです、キュッてこう、おぼろですか。おぼろです。おぼろは佐賀の芝エビ使ってます。芝エビは裏ごしして火にかけてあげて、ちょっとね、これも温めてあげたんですけど、蒸し切って、ね、身の香りと甘みが噛むほどにどんどん口の中に広がっていく。味は強くつけてないです。優しめの味付けにしました。
ボストンなんでね、酸味系ではなくてあっさり系のマグロ、西洋本マグロって味の濃厚さっていうよりも優しい感じがあります。やっぱりちょっと香りが変わってきますね、4週間も寝かしてくると。口当たりちょっとまだ4週間も寝かしてるのにさっくり変わりますね。そうですそうです。軍艦でもいいですけど、ね、やっぱ海苔がちょっとね、しけちゃうんですよね。あ、うん、なのであんな感じでもう手渡しにします、あの海苔系のやつは。いや、煮うなぎももちろん美味しかったんですけど、はい、アナゴのふくらさととろけ具合が、はい、うなぎ以上。ありがとうございます。どっちももちろん美味しかった。日本一のアナゴ屋から買ってるんで。もう強火でずっと、ただ蒸らしが長いですね。うん。熟成の日本酒をかけてちょっとアフォガード風に、大人のシャーベットになります。大人のシャーベット、生クリーム、メープルシロップ入ってるんでコーヒー感も出てるので。夏のあん肝です。油は乗ってるんですけどね、あっさりした油です。後半ちょっとほんのり余韻が、油がアラマサの生上塩をあん肝とペアリングしてます。なんでこれだけはお任せにもセットとしてあん肝と日本酒の組み合わせを提供するんですか。もうなんかやっぱセットの方がうまいんで、これぐらい分かりやすいこうなんですかペアリングができるので、これぐらいだと思ってるんで、個性のある日本酒とこういう分かりやすい味っていうのは合わせやすいですよね。お店自体もミシュラン取られて予約今すごいことになってますよね。今はそうですね、今何ヶ月待ちぐらいですか。今は次は4月です、ね、8ヶ月9ヶ月待ちぐらい、それぐらいですか。だから来店予約がメインなんですよ。あ、もう皆さんそう来てくれた方が次の予約入れてくれる。あれ、じゃあもう基本的にはそのいつも来る常連さんが毎回取って新しいお客さん連れてきてっていう感じで回ってらっしゃる。そうです。今お任せいくらでやってらっしゃるんですか。ベースは165です。税込み、うん、魚自体はどんどん値上げしてるじゃないですか。そうです。東京もこれだけ高級寿司の値段が上がってその価格帯でずっとやってらっしゃるのってすごいですね。いやでもね、やっぱこの値段でやるならちゃんと毎朝行かないと無理ですね。値段気にしなければいいもん持ってきてっていうだけで別にいいですけど、そうはいかないですからね、やっぱりね。その中でもやっぱりいいのがいっぱいあるんで、はい、うん、白金のこの場所にお店出されたのって何か理由ってあるんですか。もともと恵比寿で勤めてたんですよね、はい、恵比寿の黒洲ってところがある、はい、そこが恵比寿三丁目でほぼ白金なんですよ。その時のお店がこういうカウンターと個室カウンターがあったんですよ。で個室カウンター僕が担当してたん でその時なんか僕指名で来てくれたりした方がそれなりにいたんで、まあ、遠く行くのも何かなと思って、もともとはなんか銀座が行きたいなと思ったんですけど。あ、そうなんですか。うん、まあでもそこまで行く必要もないかなと思って、だったら近くで探してたまたま縁があってここに来ました。